バドミントン好き集まれ、コバミントンラジオ。はい、どうも小林です。4月12日コバミントンラジオを放送していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、本日やっていくのは小林先生のコーナーです。はい、こちらのコーナーはですね、たくさんの方に質問いただいてますので、そちらのね回答をしていきたいと思います。本日は質問していただいた方はバトラーズさんです。ありがとうございますね。今回いただいた質問なんですけど、まあ、監督の指導に対して親が真逆のアドバイスをしてきます、どうしたらいいですかというね質問をいただきましたね。まあこれね、すごいたくさんね問題あると思いますね。ただやっぱりね、このね家庭環境と監督の指導、これの問題をね解決しないと、やっぱりですね、子供はこうしたい、監督はこう言ってる、親はこうだね、もう子供は迷いますよね。うん、もう人生を大きくね左右する問題だと思うんですよ。なんでね、これの問題をですね小林なりにねお話ししていきたいと思います。まあこれ本当たくさんの要因があると思うんですけど、まあ今回ね一つお伝えするとすれば、僕はですね監督と家族が一緒になってですね目標、まあ、例えばね全国大会で優勝するだとか、なんかいろいろあるじゃないですか。まあそれをね共有して一緒に目指すことがとっても重要だと思っていますね。やはりですね、全てはコミュニケーションから僕は始まると思うんですよね。うん、どんなに監督がね熱心に指導をしてもですね、やっぱり家庭環境が整っていない、まあ一緒にねそういう目標を目指していないと、もう子供のね可能性を本当潰してしまう可能性が僕はあると思いますね。うん、でなんでかって言ったら、子供って無限の可能性があるんですよ。うん、もう本当にね無理だとかね、そういう風に思ってなかったやとかできるって思ってたりですね。うん、なんだけどやっぱり周りの環境、うん、親だとか仲間だとかの要因で最大限のねパワーを発揮できない人がたくさんいるんですよね。うん、これって、まあ、僕が言ってることじゃなくて、もう本当ね成功哲学と言われてる、まあ、本当に数々の偉業を成し遂げてきたところっていうのは、もう本当セルフイメージだとか、もう環境を大切にするだとかすごく言われていて、やっぱりですねその子供の力をこう発揮するっていうのも、もう周りのね環境ってすごく大切なんですよ。うん、だから監督親っていうのは意識をしっかりですね統一して、子どものねよりパワーをですね発揮できる環境を整えていくことが僕は大切だと思います。で今後このねチームのパワー論っていうね、もう本当に最大限の組織のね伸ばし方だとか強くするね組織論っていうのをお届けしていきますので、どうしたらね強いチームができるのかっていうのは、まあ、今後の放送を楽しみにしてもらってね、そちらを見ていただけたらなと思います。僕もねたくさんのトップアスリートだとかコーチの方から教えてもらった最高のねノウハウがあります。なんでそれをねお伝えすることによって、もう本当にですね偏った、どっかの地域だけが強いとかじゃなくて、もう日本全体のバドミントンのね選手のレベルが上がって、さらにですね将来大人になってから活躍ねできる人材っていうのを育てていくことを目標に、このね放送をやっておりますので、ぜひねこちらの放送を今後ともねチェックしてもらえたらなと思います。ってことでね、本日は質問いただいたところにね回答していきました。いかがだったでしょうか。もしねこの放送がいいなと思った方は、いいねボタン、グッドボタンとね、あとはコメントいただけたら嬉しいです。あとね、ほんとこのチャンネルですね、4月を目標にですね1000人のチャンネル目指しておりますので、もしねこの放送がいいなと思った方は、お友達に教えていただいたりだとか、あとね各種 SNS でシェアをしていただけたら嬉しいです。ぜひぜひ皆様の応援をお待ちしております。では次回の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。